こんにちは、心理カウンセラーの高村です。うつ病の方っていうのは無理をして明るく振る舞うという傾向があります。そのため周りの方は全然気づけないということがあるんですね。でも実際はご本人は顔で笑って心では泣いてるっていうこともよくあります。そうするとこの元気なところを見ていいねっていうふうにしますと、本当の自分をこう分かってもらえないっていうところのこう辛さっていうのがこう募ってくるんですよね。でそれすらも表に出せないっていうところがうつ病たるゆえんっていうところがあります。でこの辺をほぐしていける、楽にしていけるっていうところがとても大切ですね。でそのためには周りの方ができることとしては、もしかしたら無理をしてないかっていうところを気づいてあげる、察してあげるっていう介入は非常に大切です。まあ、こういったところから心が無理をしないっていう習慣がついてきてほぐれるっていうこともよくありますので、自分一人だけですとどうしても頑張って追い込むっていうパターンから抜けられないっていうことがありますから、人に頼る、甘えるっていうことを深めるためにも察してあげるっていうところから入っていくっていうのは、一般的なうつっていう場合には非常に大切な要素になってくるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。